ございます。おはようございます。じゅんです。ゆいです。はい、今日はですねアコーディアの砦桜ヶ丘ゴルフクラブに来ています。そしてですね、今回はなんとスペシャルゲストを呼んでおります。もう最近のねミニゴルフはゲストが多くて、ね、いっぱい豪華になっております。はい、まあ、早速ねお呼びしたいと思います。お願いします。真ん中に、はい、お願いします。お願いします。竹村誠プロです。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介です。はい、はい、大阪府出身、甲和所属、プロゴルファーの竹村誠です。お願いします。美人プロゴルファーで、超有名、メディアにもいろいろ出ていて、もうテレビとかもすごい出てますよね。さっきまでめっちゃ喋ったのに。はい、はい、カメラマン、はい、緊張してます。はい、緊張してます。で、今日は、まあ、関西出身、まあ、大阪出身、京都出身ということで、お二人には方便というか関西弁、京都弁バリバリでラウンドしていただきたいなと思います。竹村プロはほとんどもうなんだ、標準語？そうですね、もう標準語でですよね、うん、今日は関西弁楽しんでいただければと思います。はい、頑張ります。はい、じゃ早速ラウンドしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。バニューです。うん。ナイス。ナイスです。最初は10番ホール450ヤードのパー5です。今日はですね、私はカメラマンで同行させていただきますので、ピンまで251ヤードです。ゆいちゃんと竹村プロの楽しいラウンドを見てください。何番で打ちますか？8番でそこに出します。はい、ナイショー、さらっとナイスです。ゆいちゃんもだいぶ撮影に慣れてきたんじゃないですか？ちょっとちゃんと喋れるようになってきた。何番？はい、うん、ナイスショー。ありがとう。あ、じゅんちゃんがカメラだとめっちゃ喋りやすいの。私に向かって喋ればいいからね。今日はさ、うん、バリバリの京都弁と関西弁、大阪弁っていうの？大阪弁。大阪弁。これ言うとね、また性格悪いってめっちゃ言われると思うけど。うん。京都弁と大阪弁は、うん、違うからね。これね、言うと、うん、うわ、また京都人めっちゃ性格悪いわって絶対言われる気するんやけど、うん、違うんで。まあ、確かに全然違うよね。そう、これね、本当ね、もうちょっとなんか違うんだよね。
なんかちょっと違うんだよね。これあの飛んで埼玉みたいな感じでやっぱこう、うん、関西には関西のそのあるからね。あるからね。あるからね。おっと。今日ね、距離計をね、ちょっとなくして。あ、マジ？ないから、まあ、なんとなく140ぐらいかな、みたいな。あんまりまだ分かってない。あ、今ゆうちゃんが測ってくれてる。これ130。あ、130。はい、ありがとうございます。うま。近そう。得意なクラブとかあるんですか？ドライバーが好きです。あ、得意というか。得意というかドライバー。なるほど。で、ちょっと荒いんで、うん、安全運転しますね。人乗っけてる時はね。よく注意されるんです。マジですか？はい、気をつけます。普段の運転も荒い。そうなんです。普段の運転ももうなんか車乗ると、うん、目的地に早く着きたくて。うんうんうん。あ、ちょっと撮影して。いいはい。弱いかも。下入った。ちょっと手前から入った。うん。でも今の足踏み良かったよ。うん、バーディーパットです。遅いな。うん、ナイスパーです。惜しい。ナイス。うん。竹村プロ白くない。うん、いやでもこれ今年はね出してる方です。焼けてる方です。焼けてる方なんだ。はい、ゆいちゃんは結構黒いね。ゴルフしてたらそうなりますよね。うん。今頑張って焼いてるんでしょ。逆に。あ、めっちゃ痛そう。これ焼いてるんですよ。肩のところ。これ何焼けですか。このここだけ焼けてる。なんかこれゴルフだったんですよ。でここもタンクトップ着て、うん、ゴルフ焼けしたらなんかねまだらになっちゃった。本当だ。ちょっと恥ずかしいんでちょっとあんまり撮らないと。めっちゃアップで撮っちゃった。11番ホールです。打つ瞬間笑ってましたよね今。ナイスショー。うん、ナイスショー。静かだね。静かだ。確かに。喋りかけたら、はい、関西弁出ない。いや、なんか関西弁で話すと、うん、すごいタメ語風になるんで、うんうんうん、ちょっと感じ悪いかなと思っちゃって。なんかね、そんなにね。でも頑張るわ、関西弁で。頑張って。うん、私もタメ口で喋りかけていけばいける？うん、いけると思う。かわいい。なんかちょっとね、慣れ慣れしくなるから、うん、全然大丈夫だけど、ちょっと私も慣れ慣れしく、あ、いや慣れ慣れしくしてね、うん、
本当に美人。やめてくださいよ、そんなね。これなんか本当お世辞じゃなくて。いやいやいや、もうかわいい、ね、撮ってて楽しい。あと、ね、きついんで、年も年なんで。いや、私の方が年上だから。え、いくつですか？私、何も知らないんですよ。私ね、32です。あ、3つ？あ、2つだ、はい、そう。やば、88年ですか？88です。あ、やば、敬語言ってる、敬語言ってる。あ、2個上なんや。うん、結構近くまで飛んでますね。ね、短いんですね、このところ。67。何で打ちますか？52で。うん。あ、もちろん。57ヤードです。はーい。ナイス。ナイスです。2人ともなんかサラ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 バーディーチャンスばっかですね。立ち合わない。強気で打つよ。うん、惜しい。ナイス。ナイスパ。あ、めっちゃ混んでるな。めっちゃ混んでる。あ、池越えなんですよ。あ、池越えなんだ。だから、まあ、そうですね。前の前がまだいる。セカンドにいるのかな。まあ、出たのも早かったしね。5分10分ぐらい。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。私のインスタもフォローしてください。はい、バイバーイ。